日本ではやっと F2 次期戦闘機開発が進み出しました。同時に無人戦闘機の開発も進めていくようです。日本が作るものは試験用の機体でも美しいなぁと感じてしまいます。身内びいきでしょうか。さて、最近思いがけない事態が発生したという情報が入ってきました。なんと F2 戦闘機が飛んでいないというのです。そんなバカなと思いますよね。一体何が起きたのか見ていきましょう。2020年9月8日、あるメディア紙に航空自衛隊が運用中の宮城県松島基地所属の F2B 戦闘機の翼部分にひびが生じていることを点検で確認したという記事が掲載されました。航空自衛隊が保有しているこの F2 戦闘機には、短座の A 型が64機、複座の B 型が30機、合計94機が配備され運用されている状況です。F-15J イーグル戦闘機と同様、日々のスクランブル発進任務を担っている機体です。今回発見された日々自体は、わずか髪の毛一本ほどの微細なものということです。しかし、空中を飛行する戦闘機ですから、大事故につながりかねません。そこで、各航空自衛隊基地で、F2 戦闘機すべての緊急点検が行われたそうです。これに伴って、翌9月9日には、全国の F2A 戦闘機に飛行停止措置が取られました。そして、10月1日までに、緊急点検で、異常が確認されなかった機体から順番に通常任務へと復帰した記事は伝えています。このような対応の原因となった松島基地所属の F2B 戦闘機ですが、ひびの原因は未だに特定されていません。機体の構造的なものなのか、経年劣化などかを含め、今後の解明を待っている状況なのです。ブルーインパルスの基地として有名な松島基地ですが、2011年、平成23年3月11日の東日本大震災の津波で大きな被害を受けました。押し寄せる不気味な黒い波に航空機が何機も流されていく映像をご存知の方も多いはずです。大きな機体が簡単に波に引っ張られて、海に流れていく恐ろしい映像にショックを受けた方も多いでしょう。言うまでもなく F2 戦闘機も被災しましたが、修復できる機体は修復し使用していたそうです。これは素人の発想ですが、震災から10年近く経過していることを考えると、修復したとはいえ戦闘機の機体にも金属疲労などがあったのではないかと感じるのです。では、改めて F2 戦闘機の事故について振り返ってみます。これまで複数回にわたり、異なる原因による事故などが発生しています。今回のひびについても、抜本的な原因究明が当然必要ということは言うまでもありませんね。事故の例を紹介します。2007年、平成19年10月31日、名古屋で整備後のチェックで B 型が飛行した際、配線の誤接続によって墜落事故を起こしたケースがありました。幸いなことに搭乗員は負傷しましたが、無事脱出しています。翌2008年1月21日、青森県三沢基地所属の A 型に訓練飛行中に操縦桿が折れる突発事態が起きました。この場合は、操縦者が何とか折れた操縦桿を操作し、自力で着陸できました。それにしても、
操縦桿が折れるなんてことがあるのでしょうか。自動車に例えればハンドルが折れたということですから、操縦、運転には何かしら支障があったのではと推理してしまいます。最近では2019年平成31年2月20日訓練飛行中に築城基地所属の B 型が山口県沖の日本海に墜落してしまった事故が起きました。搭乗員2名は幸いなことに現場付近で救助されたので、最悪の事態は避けられたと言えましょう。この墜落事故の原因は、副座である B 型の前席操縦者が機体を正しく操作できなかったという人為的なミスが原因とみられています。操縦奥不能に陥った後、後席の操縦者が引き継いだのですが、機体を立て直せずそのまま墜落してしまったものとされています。こういった3例の事故を見る限り、機体そのものに原因があったのは2例目の操縦桿が折れた事例だけと考えられますが、実は F2 戦闘機には一部から欠陥機だと騒がれる原因とも言える試験時の不具合があったのです。それは試験時に F2 戦闘機2機の主翼に亀裂が生じたものでした。ただし強度や耐久性を確認するための専用の機体で起こったもので、実際に配備される機体で起こった事象ではありませんでした。しかも試験用機体は4機あったのですが、このうちの2機に実験場で生じたものでした。つまり確率は 50% ということですね。配備される量産の機体とは素地から異なっていたにもかかわらず、欠陥機という言葉だけが一人歩きしてしまったという雰囲気が強いようです。一般の国民には試験機とか実戦機の区別はつかないので、 F2 戦闘機といったら全部同じと考えてしまうのでしょう。2019年2月の墜落事故発生の際も F2 戦闘機の通常の訓練飛行などは中止されましたが、緊急を要するスクランブル発進は除外されており、その重要度がうかがえるものでした。今回の記事によれば、9月9日以降の約3週間、つまり F2 戦闘機の全機体の緊急点検が終了するまでの期間、スクランブル体制に穴が生じた可能性があると言及しています。前期の緊急点検が終了するまで、一機たりとも動かさなかったのでは？というわけですね。同氏の取材に対し、航空自衛隊側では、個別の戦闘機の運用状況について開示することは、安全保障上控えると回答したようですが、現状 F2 戦闘機自体が稼働していることは認めているようです。こういった事例を根拠に、航空自衛隊が F2 戦闘機の欠陥を認識していながら隠蔽しているとか、そもそも開発時点からこの航空機には問題があったのに、1機約120億円の高額で購入したのがおかしいなどという結論を下すのはどうかという気もします。確かに開発スケジュールの遅延やそのせいで開発費が高騰したという事実は否定できません。ただしこれらをすべて政府や防衛庁の隠蔽体質のせいだと匂わせる言い方は陳腐な陰謀論に陥りかねないのではないでしょうか。それでなくとも F2 は2030年代中盤に退役が始まりますが、それまでの約10年程度は、まだまだ F2 戦闘機には活躍してもらわなければなりません。スクランブルをはじめとする第一線の任務から F2 を外すことは、事実上不可能なのです。何かの事象や事故が発生する都度、欠陥品だという声が上がります。一例ですが、アメリカ軍のオスプレイの墜落事故を取り上げ、欠陥機と断定するのは無責任ですし、
信頼性の低い兵器をわざわざ購入するような、非効率かつ不経済な行動をあえて行う意味も薄いでしょう。アメリカがどんなにゴリ押ししても、役に立たない兵器を、高額な国家予算を注ぎ込んで買うはずはないと思いたいです。国民の血税なんですから、アメリカの言いなりに購入することはないはずですよね。このような政治的意図が透けて見えるような結論ありきではなく、政府がイージス・アショアの導入を撤回したように、実行上、有益な判断材料と思える情報を提供してほしいものだと、メディアには言いたいところです。メリットもデメリットも隠さず報道してほしいし、政府には公表する義務があると思います。F2 戦闘機の代替機となる次期戦闘機開発のめども定まっていません。となると、今ある防衛力を維持し、底上げすることが喫緊課題であることという意見があります。その意見によると、しっかりとした当事者意識を持って考えていくべきという結論でした。確かに与えられる情報を鵜呑みにしないで、自分なりに噛み砕いて理解するようにしていくことが大切だと考えられます。